何かに届けるデモ音源カセットテーパーズ、今日はラジオでございます。いやー、ソウルキャリバーの方が、動画がね一段落つきましてですね、長かったなー、尋常じゃないほど長かった。前の時にもちらっと話したような気がするけど、本当にこんなに長いシリーズになるとは思わなくて、 2B が出てるから、コラボで出ているから、それを 2B DLC を買って、おお、やっぱニーヤオートマタ最高やな、 2B はケツがエロいんやっていう、その魅力だけを味わえればいいかなと思ってたけど、思いのほかね、シャンスケの冒険がですね非常に長くなってしまいましたけども、ソウルキャリバーはね、あのランクマッチでもちょくちょく遊んでいるんだけど、でもとにかく思うのが、ランクマッチオンラインに人がいない、これね、過疎化がちょっとやっぱりひどいな。過疎っぷりは、その過疎っぷりがちょっと嫌でも感じざるを得なくて、ランクマッチとして機能してできてないそれぐらいなんかもう廃れた場所になってしまってるんですよね。もっとね、たくさん遊びたいんだけど、やっぱり上級者の方だったりが8割ぐらいで、自分と同じランクと遊びたいってなったら、ほんとめったにマッチしないですね。まあね、めちゃくちゃ遊んでいる分こういう不満も感じざるを得ないっていうところで、まあ3年以上前の格ゲーだからしゃあないっちゃしゃあないんですけどもね、その過疎っぷりがなんかこう、学校の同じクラスメイトしかやってないみたいな、それぐらいの人しかいないんじゃないかって思っちゃうぐらい、しかも周りはみんな上級者、言うならば俺は転校生ですよ。転校してきたばっかりで、もうまだこの学校のルールが分かってないのに、みんな手加減せずに容赦なくやってくんぞっていうような、そりゃクラスに馴染めねえだろっていうような疎外感を感じざるを得ないんですよね。いや、でもそうやって冷静に考えられる分には、だいぶね、こうソウルキャリバーにお熱でしたけどもだいぶね冷静には慣れてきました。なんとか3月中にクリアできてよかったよ。裏ボス撃破までね行けましたからね。このラジオを更新しているのが、これ予定通りなら3月31日なんですけども、明日からは4月、春、季節を抱きしめていこうか。ヤルドラの春でございます。明日から更新します。今日はラジオでお茶を濁そうと。では始めていきましょう。オープニング。イスケです。暖かくなってきましたね。春は恋の季節でございます。先日素晴らしいね、恋の現場を目撃いたしまして、ウェルシアにね、行きまして、いや、よく好きで行くんですよ、ウェルシア。ね、食料品が豊富に売っているのがありがたいですよね。ダンディ坂野が店内 BGM をやってるのはウェルシアぐらいでしょ。本気のゲッツが聞けるのはウェルシアぐらいだと思いますよ。いろいろ買い揃えてですね、レジで、お会計を終えてバッグに品を詰めている時に、近くのレジで、あれ中学生、そうだな、中学校の制服着てた男の子がね、いて、レジの店員さんにね話しかけているんですよ。この店員さんっていうのが若い20代ぐらいの可愛らしい女性で、でどうもお会計をしている様子ではないと、別に見るともなく、なんとなくこう視界に入ってきたんですけども、雰囲気がどう見ても告白のそれなんですね。男の子が必死に何かを喋っていて、店員さんが困り顔っていう、あ、これ今青春しちゃってるんだと思って、可愛いレジの店員さんに男の子が一目惚れをしちゃってアタックを仕掛けているっていう、うわ、その現場を目撃しちゃってるんだと思ってさ。で、俺割と近くにいたんですけども、まあさすがに会話までは全然聞こえてこない、聞こえてくるのはゲッツダンディ坂野の声だけなんですよ。でね、やっぱ聞き耳立てるのも悪い、失礼だなと思ったから、もうね、さっさと帰ろうと思って、で帰り際ね、何気なくチラッと横切って行ったんですけども、一瞬だけ男の子の声が聞こえてきて耳に入りまして、ウェルシアで一番っていう声だけ聞こえてきたんですよ。ウェルシアで一番、
ウェルシアで一番なんだそりゃと思って、全部が聞こえたわけではないよ、なんかずっと喋ってて、なんちゃらかんちゃらかんちゃらかんちゃら、ウェルシアで一番、なんか一瞬フレーズの間にウェルシアで一番っていうことだけが聞こえてきて、なんかなんだろう、なんかすげえこと言ってんな、痛い若さがほとばしってるなと思って、このフレーズウェルシアで一番っていうのはいいのか悪いのかそれ褒めてんのっていう謎だったな。規模が大きいのか小さいのか全然わかんないっていう、口説き文句としては違うだろ少年と思っちゃいましたね。告白してたのかなあれはな。いやでも青春してるなと思ったな、春を感じましたよ。うん、だけど少年、それじゃあ彼女はゲッツできないぞと。まあ卒業シーズンですね。卒業シーズンもう終わったか終わったな。卒業シーズンっていつまでなんだ。3月中旬、もう3月終わっちゃいますけどもね。卒業式、俺は人生で一番楽しかった一日はいつかと言われたら、小学校の時の卒業式当日って答えるかもしれない。それぐらいあの日はね、もうすべてが楽しかった。この6年間通い続けた学校とのお別れの日、もう何もかもが楽しくて仕方なくて、あの頃はまだ携帯電話のカメラとかも持ってなかったですから、みんな学校にね、その日だけは持ってきていいって言うんで、カメラ、インスタントカメラをね持ってきたんですよ、映るんですみたいな。でカメラ抜けるとさ、もうみんなクラスのみんな集まってウェーイっていう、もうノリノリですっごかったんだよね。あの時のみんなのはしゃぎっぷりっていうのがすごい。あれはもう LSD 決めた時みたいな。 LSD 決めたことねえよLSD 決めたことねえから例えがわからんわ。いやでもこれ例えは相当違うけど、ドラッグパーティーってそんな感じなんだろうなっていうぐらい、あの卒業式の一日は決めちゃってたね。忘れられない大切な思い出ですね。今はもう当時の連中、はしゃいでいたあの時の連中も誰がどうなってしまっているのか全く知らないんですけどもね、もう多分8割ぐらいはドラッグで捕まっていることでしょう。もうあの時の LSD が忘れられなくてね、もうドラッグで薬中になって捕まっちゃってると思うんですけどもね、ドラッグパーティーで捕まっちゃってると思うんですけども、まあそんな俺は美薬 AV が好きなんですけどもね美薬 AV ってすごいよね、あれ夢があるよね。また AV の話かよ。もう AV の話前回もしなかったっけ卒業式の話からなんで AV の話になっちゃってるのかね。ただまあちょっとこれは物申したいというか、こんな場でしか言えないようなことだから、もうこれはちょっと言いたい。これよく見かけるんだけど、男優がプロレスのマスクつけんなある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 。男の子というか男性リスナーさんが聞いてたらなんとなくあるあると思ってくれるんじゃない。男優がプロレスマスクつけんなっていう、なんなのあれ。いつの頃からかめっちゃ増えてないっすか、そんな AV でさプロレスのマスクかぶってるやつ笑うだろあれ、シュールすぎるわねえ。で俺またちょっとだけプロレス詳しいもんだから、うわ見るマスカラスじゃんみたいな、なんか分かっちゃうんだよマスク見ると。あれ女優さんも嫌だろうな、男優がプロレスマスクってね、気分盛り上がらないよね。逆に女優さんもねプロレス好きだったりしたら盛り上がるのかもしれない。あ、それレイミステリオですよねみたいなそのマスクレイミステリオですよねみたいな感じで、619ですよねみたいなね、619の話をしながら69みたいないやプロレストークで盛り上がるっていうのはでもいいかもしれないね。でもそれは AV じゃなくていいか、もうプロレス番組だ。ただのもうね、今もうレッスルマニアの時期なんですよ。そんな話をしていたらもうレッスルマニアがもう来月4月ね、 WWE のレッスルマニアですよ、一番のプロレスの祭典ね。俺はもう最近は全然 WWE を終えてないから、誰がチャンピオンなのかも全く分かんないんですけどもね。でもなぜかやっぱ毎年レッスルマニアだけはちゃんと情報を仕入れてチェックしちゃうな。今年はまあ予想するなら誰でしょうね。エッジが来るんじゃない
エッジが You see you know me とドコ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 つって走ってくるんじゃない。これも分かる人、分かる人は分かる。 You see you know me ドコ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 つってね、走ってきてスピアだよね、開幕スピアだよね。伝わるかなこういうトークね。まあレッスルマニア注目しておりますけどもね、WWE の1番を決めるということで、まあウェルシアの1番はあの店員さんで決まっているんですけども、はい、うまくまとまったところで、はい、ジングル。今日の1曲、今回もギターを弾いて気持ちよくなっちゃおうじゃねえかということで、はい、用意してあります。今回もあの普通に卒業ソングを、前回は桜か、桜、森山直太朗の桜をやって撃墜して結果サイコソルジャーをやるっていう。いやだいぶ謎な流れだな、我ながら。なんでサイコソルジャーになったんだ。今回はこれもベタな曲ではあると思うんですけど、海援隊の来る言葉、これいい曲だよね。俺は大好きな曲だよ。どうしても金髪さんのイメージが強い曲だとは思うけど、でもあんまりその曲自体は知ってるけど深くは知らないっていう方も、改めて歌詞とかをじっくり聴いてもらいたい曲だな。曲の良さはすごい伝わると思う。特に歌詞、ここの部分、ラスサビ前の部分が俺大好きなんですけども、これから始まる暮らしの中で誰かがあなたを愛するでしょう。だけど私ほどあなたのことを深く愛した奴はいない。最後ちょっと金髪になっちゃったけど、これすごい歌詞だよな。私ほどあなたのことを深く愛した奴はいない。卒業ソングとして有名な曲だけど、決して卒業という意味合いだけではない、なんかいろんな捉え方ができる名曲だなと思うな。これ79年の曲なんだ。79年、すごいね。フォーク割と全盛期みたいな、そんな時代なのかな。すごいな。まあフォークとは言いつつ、あのロックンロールのあのフローのカバーバージョンもありましたね。送る言葉はね、フローのカバーあったな、あの伝説のカバー。なんかサビでずっとイエーイイエーイイエーイって言って、思い出したらちょっと面白いな。サビでね、さよならだけではイエーイイエーイイエーイ、送る言葉イエーイイエーイイエーイって言ってるあのカバーすごかったな、あれ。いや俺フロー大好きなんですよ。GO とか大好きだし、アルバムも好きで持ってたし、ただあのカバー、送る言葉のカバーに関しては、なんでもない。なんでもない。何も言わない。よし、じゃあ、普通にね、原曲バージョンでいきますよ。じゃあ、聴いてください。海援隊で、送る言葉。街の光と影の中、去りゆくあなたへ送る言葉。悲しみこらえて微笑むよりも、涙枯れるまで泣く方がいい。人は悲しみが多いほど人には優しくできるのだから、さよならだけでは寂しすぎるから、愛するあなたへ送る言葉。始まる暮らしの中で
誰かがあなたを愛するでしょう。だけど私ほどあなたのことを深く愛した奴はいない。遠ざかる影が人混みに消えた。もう届かない。送る言葉もう届かない。送る言葉。ありがとうございました。さよならだけイエイイエイイエイ、寂しすぎるからイエイイエイイエイ、愛するあなたへイエイイエイイエイ、送る言葉イエイ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 。最後ちょっと風呂入っちゃいましたけどね。はい、ありがとうございました。ジングル。ウェルシアで一番ね、今回もあっち行ったりこっち行ったりなお話になってしまいましたが、ウェルシアで一番って嬉しいのかな、それ言われたら嬉しい言葉なのかな。いやでも一番〇〇だよみたいなセリフっていうのは全く信用できない言葉ですよね。もう一番って言っちゃってる時点で比べてんじゃんっていうね、一番好きだよとか一番愛してるよなんていうキザなセリフはね、要注意だと思うな。ましてやウェルシアで一番なんていうのはね、ねえ、ウェルシアで一番なのはサンドラッグでは何番目なんだっていうね。そうだよね、それ謎だよね。松清ではじゃあ何番目になるんだっていう。でも松清で一番の方がウェルシアの一番より多分一番に近いね。そっちの方が上だろうね。杉薬局の8番とか相当ひどいでしょ。杉薬局の8番がウェルシアの一番ぐらいのレベルにはなると思うんですよね。ちょっと何言ってんのか全然わかんない。順位付けの意味が全然わかんなくなっちゃいましたけどもね。まあそんな風に変な雰囲気になっちゃうから人に順番をつけるなんていうことはね、格ゲーのランクマッチだけにしましょうねっていうことでね。はい。ソウルキャリバーね、動画的にはもうレギュラーで更新するのは終わりましたけども、収録外ではまあまだまだ遊ぶだろうし、うん、まあオンラインの過疎化がひどいとは言いつつね、やっぱ格ゲーとしてのバランスとかはすごい好きで、キャラクリの面白さみたいなのもすごくあるんでね、いいゲームなんですよ。いいゲームなだけに全盛期にオンラインで遊びたかったなっていう。なのでこれはソウルキャリバー7に期待だなと思うんだけどな。でも6が発売されてもう3年以上経って、新作発表があるならそろそろなんじゃないかななんていう、そんな頃合いじゃないかとも思うんですけどもね。ぜひ出してほしいな。そしたら絶対食いつくな、ソウルキャリバー7。明日からは季節を抱きしめて、春が始まるわけですけどもね、ヤルドラは毎回すごいクオリティが高いから、でもその高いハードルを超えてくるっていうのがヤルドラのすごいところ、期待しちゃうよこれも。はい、それでは今回はこの辺で、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ラジオは次はいつやんのかな、また気が向いた時にでも、はい、やるんじゃないかな。イエイイエイイエイ。以上、イスケでした。エンディング。